写真企画中、今回は、はい、ここ六本木にあるミッドタウン富士フィルムスクエアから、うん、アンセル・アダムスさんの写真展を僕ら見てきて、そこから、はい、富士のカメラでモノクロスナップ会です。おー、そして森山大道、木村伊兵、スナップの名手、みんなモノクロの有名な人たちが、はい、一生の期間に4月写真展をやっているという珍しい期間です。なんで僕ら富士のカメラで前回同様フィルムシミュレーション、そして自分たちのロー現像でどれだけこう違うのかというのを試しながらモノクロスナップをしていきます。楽しみ。写真機先中では行きましょう。なんで外苑、はい、東通りと、そこは六本木通りの交差点ですね。うん、六本木よく来ます？いやー、まあ仕事でぐらいかな。好んでわざわざ来ることはないかな。メルセデスのね、あっちにあるね。はい、それぐらいかな。やけに嫌味いたらしく。なんで僕は前回に引き続き、最初は XT5、 カッキーは今 XT1 という世代の差があります。はい、世代の差がある。アンセル・アダムスどうでした？アンセル・アダムス、いや、重厚なポートフォリオ写真で四隅までびっしりした。アンセル・アダムスって聞くと、はい、ゾーンシステムっていう白から黒までを11段階に分けた手法とかを、理論とかを確立した人として知られてるんですけど、っていう前に、うん、感覚的な人だったっていうのが意外に知られてないところで、ぜひなんかモノクロの会長もね、今回テーマだし。はい、そうっすよね。きょんちゃん、ゾーンシステムわかる？撮るとき、現像するとき、プリントのときも、それをこう意識して目が感じる美しさっていうものが表現できる。そこを基本に考える。まあ、あくまで基本の話だ。中野さんは六本木は？六本木ね、からなんかちょっと物々しい感じがするよね。物々しい、まあもともとはね、うん、いろいろと六本木といえば。なんでカッキーがつけてるのは広角側の 1.4、 開放 1.4、 35mm ぐらいなのかな。今回お借りした小松さんの 35mmF1.4、 50mm 相当ですね。 35mm、 ね、前回桜でカラーで撮ったんですけど、その時感じたのが、2人ともスナップがしやすいし、片手でこのダイヤルがこう押せるというぐらい軽いっていうのは、やっぱスナップにとってすごいいいなっていうのと、あとオートフォーカスが使いやすい、マニュアルと併用するオートフォーカスみたいなこともできるカメラなんだなっていうのができましたけど、果たして今回モノクロフィルムシミュレーション、ロー現像した僕らの写真と何が違うのかっていうのも面白いところかな。だから撮る時もそれを意識していかなければいけない。それがもしかしてゾーンシステムなのかもわからんですよね。でっけえ自転車ばっかだな。でっけえ。全員捕まえてほしいですね。あ、いいですね、ここね。
どうしました？大丈夫あれ。タクシー待ってんでしょ。いや嘘だ。いや嘘だ。タクシーならいいよ。あんな感じで車道で出ないって。慣れてないでしょ。びっくりした。いいですか。すみません。可愛くて。このまま真っすぐ行って、高いシーギャラリーアネックスがあるはずなんで、そこで森山大道展がヴィンテージプリントやってるらしいです。高いし結構道幅が広くて歩きやすいんですね、六本木は。六本木というのは昔六本の木が生えてたという説と、ここら辺は江戸時代にいろいろなお屋敷があって、その大名たちの名前が木を使ったものが多かったんで六本木と言ったとか。あれ何やっけ、林がつくのもあった。林、うん、林で 2人分ってことか。そうや、もしかして、うん。ロアビルですね、有名な。もう封鎖されていて中に入れませんが、森山大道ヴィンテージプリンツ from 80s でした、うん、どうでした。いやいや、思ったより綺麗なね、プリントで、うんうん、って感じです。まあ絵はね、見たことあるやつばっかりでしたけど。そうだよね、でもまあ、うん、リアルなプリント表が綺麗なんやなと思いました。なんかヴィンテージなんで、エディションがついてるわけではないんですが、うん、もうその年代のプリントっていうのは、まあ、そんなに世にあるわけじゃないから1点100万円っていう値がついてましたね。ほうほう。だから写真のプリントの売買っていうんで、うん、ちゃんと100万円クラスでちゃんと売買ができるんだとしたら、うん、まあ、期待も持てるかもしれないし、はい、でもヴィンテージじゃないと金額が出ないんだとしたら、ええ、今の人はどうしたらいいのっていう話だよね。もしすごい自分がホテルとか持っててさ、うん、フロントに何飾るって言ったら、うん、あれ飾ってたらかっこいいよね。自分の写真かな。だからホテル持ってって言うたよホテル持ってて写真撮っちゃダメなんですかおー、すごいですねこの雰囲気ね。はい、鳥居坂と言いつつもまっすぐな、はい、おー、本当だ。ふと今度暗闇坂になるって。暗闇坂、坂の魅力とは。坂の魅力とはやはり人間は二次元飛べない生き物なので、はい、高低差をこう行き来できる三次元になる瞬間なんじゃないかなと思う。あー、なるほどねすみません、あ、うん、なるほどね、中野さんの
答えに対してじゃなくてこのカメラの動作に対しての なるほどの例であって、うん、フィジの XT シリーズで撮るモノクロどうです、はい、まあ撮りやすいですからね撮りやすいかも。レンズの重量も含めてちょっと好みではあるかもしれませんね。今から向かってる恵比寿、そしてそこでやっている木村伊兵といえばスナップの名手でライカを使ってたことでも有名ですけど、はい、ええ、もし木村伊兵が今生きてたらライカ使ってるかしら。どうなんでしょう。どうなんでしょうね。いや使ってるんじゃないですか。M イレム使ってるから。 M イレム、いやずっとフィルムにこだわってんじゃないですか。どうかね。わしはこれでしか撮れんのよ言うて。そうかな、うん、そうやってほしいですね。わしゃ写真機、滝、中、鳥居坂といえばこの急な階段、あ、急な大阪。これはお金持ちも大変ですねここね、よく雪降るとここは通れなくなるね。なるほど、うんうん、今、モノクロやる意義って何なんだろうね。モノクロ、写真表現としては工芸的価値も出てくるじゃん、銀塩だと。インクジェットで物としてね。うん、そうそう、だその価値はあると思うよ。あるんじゃね例えばデジネガでね、それがやれるってことで、まあね、デジネガもそうやし、時代を感じない佇まい。なるほどね。でその時に、はい、やっぱインテリアに合うんだよ、はい、あ、やっぱこうファインアートっていうのは飾ってなんぼだから、はい、飾ってなんぼ、うん、だから飾るその空間にどんな調度品にも合うっていう。なるほど。タイプ C プリントのカラーのものがじゃあどんなインテリアに合うのか、はいはい、結構難しいはずなんだよね。へえそっか。どうかな、うん、まあでもまあ面白いですね。中野さんは飾る方を考えて、ファインアートですね、私は作成する方を考えるという、うん、この差がやっぱ面白いですね。やっぱファインアートで作品を作りたいっていうのは興味としてあるな。まあまあまあもちろんそうでしょう。夢としてね、写真家である以上。ファインアートとは何なんですか。ファインアートっていうのは工芸品だったわけですよ、写真っていうのは、うん、何か目的を持ったものだったんだけど、それ自体でその内容でその価値が決まるというものがファインアート。深谷見坂で深谷坂、まあ歴史のある坂。今日の締め、東京都写真美術館でやってる木村伊兵展写真に生きるを鑑賞して、で僕らいろいろ今日のスナップは終わり、はい、これからジャッジに移ろうと思うんですけど、期中に木村伊兵賞の発表もあって、写真界の芥川賞と言われる木村伊兵賞、金井祐さんが受賞して、今回ノミネートにも僕の知り合い2人の写真家、神奈川さん、宇津由美子さんが入ってて、みんな結構同じ年なんですよ。アンセル・アダムスさんも森山大道さんも見たけど、やっぱ後に残る作品っていうのをいろいろ考えさせられるスナップだったし、そんな簡単には撮れないなと。いやまあ、うん、昔の写真やなって感じですかねでは、現像してそれに影響されたか僕らのスナップをジャッジしてもらいます。滝中、さん、はい、今回は、はい、貸し出しいただいて、はい、XT1、はい、XT5、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。モノクロスナップを僕らは3枚それぞれプリントしました、
自分たちで3枚出して、はい、お見せしてから、お見せしてから1枚を選んで、1枚を選んでもらう、対決しましょう。あ、まずは我々の、まずは我々が3枚ここに出します。せーの、ほっ、はい、ほっ、はい、ほっ、好み。そうですよね。そう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 、もう写真は好み。ところがですね、この中で今回は1枚を選んでいただくのではなく、はい、僕らが1枚でこれで戦うというのを出して小松さんに選ぶ、うん、あ、なるほど、そういうことなんですね。そうそうそう、XT5 と XT1 で今回撮ったと思うんですけど、はい、柿島さんどうでした？非常にスナップは使いやすいかなという感じがしましたね。ダイヤル周りは非常に、なんて言うんでしょう、使いやすい、欲しいところにすぐ手が届くのかなという感じはありましたね。視認性もすごくいいし、うん、使いやすかったかなというところをすごく感じました。やっぱこう左手のここに絞りがあるのって、最初こう X シリーズが出た時にちょっと違和感がね、最近のレンズであったんだけど、やっぱここにあるのが一番こう能率がいい、まあね、もちろんね、慣れもあるけれどね、うん、っていうのがやっぱり XT シリーズの X シリーズ全般に良いところなのかな。そうね、バッチリ数字が見えるっていうのはやっぱアナログ世代としては、はい、うん、分かりやすく安心するしね、うんうん、ではこの中で1枚選んでいきましょう、うん、外すというのもあり外せるほど余裕ある？よし、じゃあ僕これにしよう。じゃあ僕これにしよう。なるほど、はいはい、決まりましたね、はい、本当に超僅差です富士 XT シリーズで撮ったモノクロフィルムシミュレーション、港区スナップを小松さんに選んでいただきます。せーの、あー、もう全然全然全然ですよ。なんかお金包んだんじゃないかいや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 、どこが良かったですか？やっぱりなんか街を見ながら、僕もこう時々例えば横浜で歩いてる時に、もう iPhone でも持ってるカメラでもこういうこうなんかコントラストの効いた撮ったりするんですよ。でそのこの曲線と直線と、あとこうちゃんと逆にそこまで平行合わせない でいろんな要素があって、黒もやっぱり構図なんですね、うんうんうん、その公式的な構図が結構好み で逆にこっちもこの下が入ってる、うん、うわってちょっと思って、であとこの自然の感じと、で実はこのうちの1枚を持ってこられたら、はい、あ、やばいな、ね、どれでした？この下か、これか、はい、わー、これは2が選ぶ写真だな、はいはい、これとこれだったら、うん、なるほど、さすがセンスが高いな。今回 XT シリーズをこう貸していただいて、どこが小松さんは XT シリーズ、はいはい、あ、聞きたいですね。だって今色味、あとはオートフォーカスだったりとかがすごい改善された場所で、それがこう狙ったところにこうズバボンズバで、唯一無二のそのフィルムシミュレーションの部分で、もうここはこういう風に撮りたいっていうのがもう明確にこう頭でそのまま表現したいみたいな、これ本当に多分素人なやだと思うんですけど、いや逆にそれは明確なこう意図がある方ってあんまないので、それはできるから珍しいのかもしれない、ね、選ばれてるのかもしれないですね、うん、でも確かにそういう人が XT シリーズをちゃんと買い支えているんじゃないかなっていう、いや確かにそう思うとすごい今すごい合点がいったというか、うん、フィルムシミュレーションっていうのはあんまり意識してこなかったですけど、なんか意識して遊ぶと楽しいような、はい、システムだなとは思いましたけどね。逆にこれはちょっとって思ったってことある？シャッターがさシャッターダイヤルぐるぐる全部回っちゃうのよね。あ、こうね、そう、あ、分かった、分かる分かる、4000分の1がすぐ A になっちゃったりとか、そうなの、間に180がやっぱ入ってるシンクロがね、昔ながらなんだけど、なんか EVF にシミュレーションでモノクロにしちゃうと、うん、あ、もう確かにモノクロにモノクロでしか見えないったんですよ。これね、他のメーカーでも結構そうなんですけど、そこはちょっとちゃんと選べるようにしてほしいなとか、持ち
方についてはもう僕からはなんかよくすげえ一番よくできてるなっていう感じのフィーリングでしたね。確かにね、この辺ねすごいよく考えられてる、うん、絶対疲れない旅に持ってって、ほんまに。今回も松さんにご協力をいただきまして、フィルムシミュレーションでモノクロ港区スナップをやってまいりました。皆さんもし気になった写真とか XT シリーズのここが実は気になる好きだっていうあったらぜひコメントで教えてください。今回はご視聴ありがとうございました。小松さんでした。ありがとうございました。酔っ払ってスナップするの楽しいですよね。めっちゃ楽しい、うん、なんで俺こんなの撮ったんだ。